ヒール。プロレスにおけるヒール。ヒールとは、プロレス工業のギミック上、悪役として振る舞うプロレスラーのこと。悪役、悪玉、悪党派などとも呼ばれる。通常、ヒールは、反則を多用した、ラフハイトを展開する。近敵への攻撃、狂気の使用といった反則はもちろん、レフェリーへの暴行、挑発行為、観客席での場外乱闘、果ては、 他者の試合への乱入なども行う。ただし、何を行うかは選手ごとに様々であり、ヒールか、ベビーフェイスかの区別がつきづらいものも存在する。ヒールの対イ語としては、善玉、正当派を意味する、ベビーフェイス、ベイビーフィースが存在する。ヒールは、もともとは、アメリカのプロレス業界で用いられていたスラングである。日本ではもともと、悪玉、 善玉という日本語の表現が用いられていたが、現在では日本のプロレス業界でも一般的な単語になっており、プロレス以外のスポーツや一般社会や創作物の中でも仇役的なイメージの人物をヒールと呼ぶことがある。メキシコにおけるルチャリブレではヒールのことをルード、ベビーフェイスをリンピオあるいはテクニコと呼ぶ、いずれも男性系。女子ではルードはルーダと呼ばれる。 1920年代、アメリカの都市部で流星したレスリング賞において、正義対悪という完全超悪的アングルが興行を盛り上げる上で必要と考えられたため、ベビーフェイスと同時にヒールが発祥した。基本的には、どの国でも自国レスラーがベビーフェイス、外国人レスラーがヒールというのが通例であった。 アメリカでは人種に基づく差別や偏見が根強く存在し、多くの場合、第二次世界大戦で敵国人だった日本人、グレート統合、ハロルド・サカタなど、やドイツ人、ギミックではあるが、ハンス・シュミット、フリッツ・フォン・エリック、ワルド・フォン・エリックなど、あるいは共産権のスラブ系、イワン・コロフ、ニコライ・ボルコフなど、や異文化、異教徒を象徴する、アラブ系、ザ・シーク、 スカンドル悪場など、正体不明の覆面レスラー、ザ・デストロイヤー、ザ・スポイラーなどといった、わかりやすいヒールが主流であった。ジャイアントババもアメリカ修行時代には、ヒールとして活動している。日本でも、力道山時代には、外国人イコールヒールという図式の下、アメリカ人の悪役を、日本人である力道山が倒すのが、定番の流れだった。戦勝国であるアメリカの大柄なレスラーを、 敗戦で意気消沈した日本の小柄な力道山が倒すという展開に当時の日本のファンは熱狂した。しかし1970年代に入ると日本のプロレス界ではアメリカ人のドリー・ファンク・ジュニアとテディ・ファンクの兄弟がベビーフェイスとして人気を得た。スタン・ハンセンやブルーザー・ブロディなどは本来はヒール的な役回りでありながらその強さで日本人 ベビーフェイス以上の人気を得た。逆に、上田馬之助や極悪同盟は、日本人でありながら、日本国内でもヒールであった。アメリカでも、1980年代以末の冷戦終結後は、ロシア人ギミックのニキタコロフが、ベビーフェイスとして活躍してる。1983年にロードウォリアーズが、無異世界タッグチーム王座を獲得した以降は単純な、完全懲悪の時代も終わり。 1990年代には、ストーンコールドスティーブ・オースチンやジアンダーテイ、マタンボーや、D ジェネレーション X に代表されるような、かっこいいヒール、イコールアンチヒーローが人気を博した。日本では、蝶野正弘、鈴木みのる、藤田和幸、またのオーフィアーやラスカ・チョーラス・オリエンタレスが、同様の人気を得ている。ヒールにはいくつかの類型が存在する。かつて、ベビーフェイスだったレスラーが、 ヒールに転向することをヒールターンと呼ぶ。これは工業自体がマンネリ化するのを避けるためであったり、レスラー自身のベビーフェイスでの人気が今一つであったり、陰りが見えてきた場合や若手レスラーのキャラクター作りのために行われる。またレスラーが新人、若手、中堅を経てトップレスラーへと上り詰めていく過程においては、 リング上のパフォーマンスで観客の心理をコントロールする、スキルと演技力を身につける必要があり、その実践訓練としてヒール修行は必須で、いわばトップレスラーを目指すにあたって超えるべき関門の一つとも言える。実際、ヒールレスラーのパフォーマンスに憧れて、プロレス入りしたものも珍しはなく、自ら志願してヒールターンする場合、あるいは最初からヒールとしてデビューするケースもある。 ヒールにターンする場合、観客が理解しやすいように、他のベビーフェイスレスラーを襲撃する、リング上で仲間割れを起こす、コスチュームや髪型を変えるなどの派手なパフォーマンスを行うのが道である。他方で、自団体がエース候補として育てている若手選手がある日突然、ヒールターンして、狂人やエゴイストのような振る舞いをするのは、長期的なキャラクターイメージや、 販売戦略を考えた合わせにはさすがにマイナスとなりかねないため、その場合には若さゆえにフロントに反逆し、世代闘争を掲げて現エースという大きな壁に歯向かうなどという筋書きで、そのアングルにおけるキャラクターの立ち位置はヒールでありつつも、リング上での成長物語的な要素も絡めて、単純な悪役像に落とし込まないようにアングルが構成されるのが基本である。 演出上、ヒールターンは選手が自ら行動を起こした場合とヒール軍団による勧誘といった場合がよく見られるが、本来は団体経営陣やプロモーターの判断によって決められている。そのため選手によっては不本意ながらヒールに転向しているケースや、それまでベビーフェイスもしくはスター選手であった選手が1年以上長期欠場し、 好意症に悩まされ以前のファイトができなくなった、もしくは以前の感を取り戻すまで場合にもヒールターンが行われることもある。同様に一度引退した選手が現役復帰する際に試合感覚を取り戻すまでの間にもヒールターンが行われることもある。これらの事情からヒールキャラクターには不向きな性格の者のがヒールを演じているケースも少なくない。 稀にデビュー前の新人をヒールとして売り出すために、架空のプロフィール、元不良や暴走出身などで紹介し、デビュー戦でラフファイトの試合を行わせていたこともあったが、偽りのプロフィールに嫌気がさしたり、基本的な試合運びができないといった事態により、試合中に負傷してしまい、短期間で引退を余儀なくされてしまった選手もいる。ヒールによって構成されるチームは、 アングルの一種である団体構想を演出する上で不可欠の存在である。プロレス師の中には絶大な人気を誇ったヒール軍団も少なくない。また、一つの団体に複数のヒール軍団が存在することもあり、その場合はヒール同士の構想も頻繁に起こる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。